ちょっとみんな聞いてよ。昨日の夜ちゃいちゃんがね、明日朝早いからもし目覚ましで起きなかったらかりんちゃん起こしてって言われたんだよ。そしたら今朝ずっとちゃいちゃんの謎のアラームが鳴ってるの。あれ自分で吹き込んだアラームなのかな。いやそんなのはいいの。だからかり昨日の夜ちゃいちゃんに言われたように起こしたんだよ。そしたらちゃいちゃんあと5分って言ってスヌーズ設定してまた寝たの。そしてまた5分経ってアラーム鳴って、それでもちゃいちゃん起きないから布団剥いでやったんだよ。そしたらさあ、もう思い出すだけでイライラしてくる。みんなあとは見て。モーニングキッス。あー5分スヌーズ。モーニングキッス。あーやる気出ねー。これから会社とかマジありえないんですけど、さっき起きなさいって言って布団剥がされたけど、布団剥がされたとて、ああ今日もマスクするから目だけお化粧しよっと。やる気でねー。 あ嫌なこと思い出しちゃった。今日うちのチームの飲み会だ。行きたくねえ。モーニングキッス、モーニングキッス、モーニングキッス、モーニング。